7月7日、B リーグの横浜 B コルセアーズは、日本代表としても活躍する河村勇輝選手が、NBA のメンフィス・グリズリーズと、開幕前のキャンプ参加を見据えたエキシビット展契約を交わしたと発表しました。メンフィス・グリズリーズがどんな雰囲気のチームなのか、気になった方もたくさんいると思いますので、ここでちょこっとだけご紹介しします。後でチームの歴史や主要な選手について詳しく解説します。 メンフィス・グリズリーズは若さあふれるかなりうまそうな選手たちが肩を並べるチームですそしてこんなダンクをかますようなパワーあふれるチームでもありますこれがメンフィス・グリズリーズです高身長で点が取れる選手が多い印象ですが河村選手のようなうまいパスを出しそうな人がいなかったようなもしかしたらひょっとする 川村選手のパスのうまさがチームとうまく融合し、あいつが必要だと期待されるかもしれません。驚きのニュースですが、実際の契約締結は9月に予定されています。そこから川村選手はトレーニングキャンプに参加し、10月に開幕するシーズンでの本契約を目指します。23歳の川村選手はチームを通じて声明を発表し、NBA のメンフィス・グリズリーズよりエグジュビット10契約のオファーを受け、挑戦する決心をしました。 夢の実現に向けた今回の挑戦において、全面的にご理解とご協力をいただいた横浜 B コルセアーズのクラブ。関係者の皆様に感謝申し上げますと述べました。エグジュビット10契約とは、NBA で定められている契約の一つで、最低年俸かつ無保証の契約です。しかし、シーズン開始前に、2way 契約、NBA と参加の G リーグ双方との契約に切り替えることが可能です。 仮にシーズン開始前に契約を解除された場合でも、チーム参加の G リーグチームと契約することも可能です。この状況を受け、河村選手は自分自身を試すために海を渡ることを決意しました。急転直下の発表にはファンからも驚きと期待の声が上がりました。B コルセアーズの公式 X には、ついにこの時が来た、頑張ってほしい、寂しい気持ちもある。 サイズの班でもあるけど頑張って本契約を絶対勝ち取れといった多くのメッセージが寄せられました NBA 球団との本契約をつかめるかどうか身長1 7 2センチの小さな選手河村勇輝の挑戦に注目です最後に NBA のメンフィス・グリズリーズって一体どんなチームなのかチームの歴史現在のヘッドコーチ主要な選手などについて詳しくご紹介します NBA のメンフィス・グリズリーズはアメリカ合衆国テネシー州メンフィスに本拠を置くプロバスケットボールチームです。グリズリーズは NBA のウェスタンカンファレンスのサウスウェストディビジョンに所属しています。以下はグリズリーズについての詳細情報です。チームの歴史1995年にカナダのバンクーバーでバンクーバー・グリズリーズとして設立されました2001年にメンフィスへ移転しメンフィス・グリズリーズとなりました。主な成績 グリズリーズはプレーオフには何度も進出していますが NBA チャンピオンシップのタイトルを獲得したことはありません2011年から2017年にかけてチームは7シーズン連続でプレーオフ進出を果たし特に2013年にはカンファレンスファイナルまで進出しましたチームのスタイルと文化グリズリーズはグリッドグラインドというハードなディフェンスとフィジカルなプレイスタイルで知られていました このスタイルは特に2010年代前半のチームのアイデンティティとなっていました。主な選手としてはマーク・ガソル、ザック・ランドルフ、マイク・コンリーなどがいます。マイク・コンリー選手は河村選手と同じポイントガードで身長も 183cm と小柄でした。現在はティンバー・ウルブズで活躍しています。これらの選手はチームのディフェンシブな文化を象徴していました。現在のチーム 最近ではジャモラントなどの若手スター選手が台頭しており、チームは再び上昇傾向にあります。モラントは2020年に NBA のルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。現在のヘッドコーチはテイラー・ジェンキンスで、彼は若手選手を中心に新しいチームを作り上げています。チームのホームアリーナ、フェデックス・フォーラムがメンフィスにあるグリズリーズのホームアリーナです。試合やイベントが行われる場所で、地元ファンの熱狂的なサポートを受けています。 コミュニティとの関わり、グリズリーズはメンフィスのコミュニティに深く関わり多くの社会貢献活動を行っています教育や健康青少年支援などの分野でさまざまなプログラムを展開していますメンフィス・グリズリーズは堅実なディフェンスとハードなプレースタイルで知られるチームであり若手選手の成長とともに新たな成功を目指しています河村勇輝選手がこのチームに挑戦することでどのような成果を上げるか注目されています